吹奏楽部顧問のデブポロです。オイラはプロのトロンボン奏者のオタポロだよ。嘘です。スライドしすぎて右腕だけ伸びちゃったよ。ビラーン。うわー、そうそう、それでは吹奏楽部クイズ上級編始まります。第1問、サックスを作った人は誰？正解は1、アドルフ・サックスです。第2問、ユーフォニアムを作った人は誰？正解は1、アドルフ・サックスです。第3問、サックスとユーフォニアムを作ったアドルフ・サックスは何人？正解は4、ベルギー人です。第4問、トライアングルは何で叩く？正解は3、ビーターです。第5問、クラリネットは何でできている？正解は1、グラナディラです。第6問、ファゴットは何でできている？正解は2、カエデです。第7問、トランペットの語源は何？正解は2、ギリシア語で貝殻です。第8問、ユーフォニアムの語源は何？正解は2、ギリシア語で響く音です。第9問、トロンボーンの語源は何？正解は1、イタリア語で大きなラッパです。第10問、ピッコロの語源は何？正解は1、イタリア語で小さいです。第11問、作曲家ジョン・フィリップ・スーザは何と呼ばれている？正解は1、マーチ王です。第12問、フルートの頭部管の端にあるパーツの名前は？正解は3、ヘッドスクリューです。第13問、トロンボーンのスライドの先端にあるパーツの名前は？正解は4、石突きゴムです。第14問、442Hz の意味は？正解は1、1秒間に442回波が揺れるです。バラ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 。第15問、1オクターブは何セント？正解は1200セントです。第16問、半音は何セント？正解は3、100セントです。1200÷12は100。第17問、気まぐれにを表す音楽用語はどれ？正解は4、カプリチョーソです。第18問、吹奏楽部コンクール1994年課題曲「競合婦人」の原作者は誰？正解は3、太宰治です。めっちゃむずい曲。第19問、振り子式メトロノームについているテンポを調節する重りの名前は何？正解は4、湧水です。第20問、テンポが遅い順に並べてみましょう。緩やかに歩くような速さで、中ぐらいの速さで、やや速く、速く、急速に。はい、お疲れ様でした。皆さん何問正解できましたか？ちょ、おま、難しすぎるじゃないか。計算問題やマニアックな問題があったので難しかったですね。3週連続で吹奏楽部クイズ初級編、中級編、上級編と楽しんでいただけましたでしょうか？要望がありましたらまたやろうと思います。それではまたお会いしましょう。またね、ビラーン。